対決の行く。翌日、パーマゼンのコロシアムは異様な熱気に包まれていた。毎年恒例となっている剣術大会の優勝者は国の英雄として人々の語り草になるため、皆がその英雄誕生の瞬間を見ようと詰めかける。今年は特に注目を集めた2人の選手の名前が観客席の話題を独占している。一人は王宮騎士団長である。前回まで8連覇を達成しているミハエル。そしてもう一人はミハエルが8連覇を達成する前に彼を破って過去最年少で優勝した経歴を持つゲオリクだった。大勢の観客が押し合っている観客席でもやはりこの2人での決勝を予想する声が多数聞かれた。いやいいものですね。二人の名前をみんながこうして口にするだなんて。ゲオリクもミハエルも意外に有名なんだね。うん、どちらにも頑張ってほしいところだな。おっと、旦那も坊ちゃんも東洋の緑茶などいかがですか。いえいえ、結構です。僕なんか前の人の頭にこぼしちゃいそうですからね。ありがとう。おじさんも出場してみればよかったのに。いやいや、私の剣は勝負のためじゃないんで。これでミハエルとゲオリクの二人での決勝が決まりましたね。すごい、今のなんだか相手の選手が哀れになるくらい早かったよね。ゲオリクが9年前に優勝した時もそうでしたよ。ゲオリク、やはりお前と相対することになると思うな。ミハエル、やはり勝ち残ってきたか。今日は俺の部下たちもここの警備を兼ねてこの試合を見ているんだ。負けるわけにはいかん。ああ、可愛い部下を持って幸せだな。俺には残念ながら応援してくれる人間はいない。サンジェルマンは何と言っていた。ああ、俺たちのどちらも悔いが残らぬよう祈っているだそうだ。そうか。ではせめてサンジェルマンの言葉だけには応えてやれ。
シルフィ、お前は二人のうちどちらが勝つと思う？わかりませんわ。ミハイル様は過去8年間連続して優勝していらっしゃるし。ヤウリク様も剣の腕はミハイル様に勝るとも劣らぬと聞いております。どちらが勝ってもどちらが負けてもおかしくありませんわ。これはこれはちょうどよかった。これから始まるところでしたか。おお、ブルーノか。ちょうど今が一番の見どころだぞ。ありがとうございます。姫の隣でもよろしいでしょうか。冗談じゃないわ。相変わらず遠慮がなさすぎるわ。シルフィ、照れていないで少しは素直に受け入れたらどうだ。お父様まで。この男と同じようなことをおっしゃるのはやめてください。あんな無礼なことばかり言って、どうして父親は笑って済ませるのかしら。本当に頭にくるわね。ブルーノ、お前にも聞こう。あの二人、ミハエルとゲオリク、どちらが優勝するか予想してみろ。そうですね、僕はゲオリク・ザベリスクですね。それでは両選手、はじめ。ゲオリク、どうした。本気で来い。もう二度と自分に悔いが残らんようにな。それはこっちのセリフだ。どうした？昔と全く変わっていないぞ。ゲオリク貴様、どうして昔よりもはるかに強い。スピードも力も、もうお前の方が上。ゲオリク、俺はどんなにお前に勝ちたかったか。それだけか。どうした。一体俺はゲオリクの何をそんなに恐れている。
勝者、ゲオリク・ザベリスク。終わりだなんて。ミハエル、当てるか。お前の手など借りるまでもない。バカだな、意地を張って。試合だった。お前はいい気分だろうがな。勝たなければ意味がない。国王や姫の前で、王宮騎士たちの前で俺が負けるとはな。しかし一体何なのだろう、ゲオリクから感じたあの不気味で圧倒的な殺気は。国王、商品の話は本当なんですか？ああ、確かにな。なりません。代々の優勝者の魂がこの聖杯に宿っているのですから。お前、出過ぎた口を叩くつもりか？あの聖杯だけは。口を慎め。わかりましたわ。それでは代わりに、この湖畔の涙を私から差し上げることにしましょう。トパーズ、黄色の宝石、神の聖なる力を象徴し、太陽、光の浄化作用があるとされる。おめでとう、ギャラク。ありがとうございます、姫。驚かせてくれるのね。本業はお医者さんなのに、剣の腕も立つだなんて。勇姿を見せてくれてありがとう。今年は最高の決勝だったわ。はい。チクシュ、俺はここまでの男でしかないのか。普段ほとんど剣を取らないゲオリクが、この俺よりも強いなんて。ミハイルはそれでもまだ現実を認めたくないのか、ステージの上に突っ立ったまましばらく動くことができなかった。本当なら笑顔でも浮かべて爽やかにステージを降りたいところだったが、結局ミハイルは9連覇を達成することはできなかった。そう、ゲオリク・ザベリスクを前にして。
よ、またサンドイッチ伯爵のご機嫌取りか。うるさい男ですね。少しはおとなしく自分の仕事をこなしたらどうです。もちろんさ。しかし真面目に働くばかりが俺の人生じゃねえぜ。それに今日は日曜日だろ。たまにはさ、デートなんてどうよ。いてて、何するんだよ。ふざけてないで仕事したらどうです。釣れないこと言うなよ。だいたいデート釣ったってさ、何もあの人の機嫌を損ねるほどのことはしなかったっていいんだぜ。俺だって一応身の程はわきまえてるつもりだからよ。お前みたいな美人と一緒に月明かりの下で一杯飲めればそれだけで幸せだってのにな。もちろん中もいらねえし、それ以上のこともあ、もちろんあれば嬉しいけど、ま、なくったってなんとかなる。お前だって任務だけの人生なんて疲れちまうだろ。また誰かを入団させるのか。私の任務は身元を調べるところまでです。入団させるのはあなたの役目でしょう。まあまあ、堅い話はなしにしようぜ。サンドイッチ伯爵に拾われてからずっとお前とは仲良くしてきたろ。お互い明日には命の保証だってない身だぜ。もっと自分の心に正直になれよな。あなたのその甘さこそが命取りになるでしょうね。ちっ、また振られちまったが。可愛い顔して辛いこと言うんだから、また一人で飲むしかねえな。やれやれ。バカな男だ。どうしてこの世界で生き抜いてきたのにあんなによく笑っていられるのだろう。全く理解できない。いや、おかしいのはこんなことをいつまでも思い出しているこの私の方か。よう、いらっしゃい。今お前さんの役に立ちそうなものといったらこれぐらいだが。硫黄、黄色い粉状で独特の周期が錬金術では男性原理を表す。毎度。それじゃあ包むから待ってくんな。優勝の記念にこれを取っておいてください。なーに、遠慮はいりません。ほんの気持ちですから。不死鳥の王、自らを焼き尽くす炎の中から復活する不死身の鳥、賢者の石の象徴。またいつでも来てくれよ。
液体宝石アメジスト、黄水とアルコールで溶かしたアメジストのようだ。よく眠っている。なるほど、確かにあのお方の面影を感じる顔出しだ。こうして見ていると気持ちが高ぶって今にでも魂を奪いたくなる。しかし契約は契約、上質の魂、上質の肉体を手に入れるためには順序というものがある。さあ、傍らにいて木が熟すのをじっくりと待つことにしようか。